はいどうも。えっ、ー、と、今回ですね、えー、なんか関ルコ系でちょっと話題になったですね、福岡の新海祐二さんって方がですね、えー、元、元衆議院議員なんですけど、えー、なんか、買収的な感じのですね、公職選挙法みたいなのをしててもですね、国会、元国会議員ですよ。元国会議員なのに、えー 福岡って言れた方がいいのかな。福岡市議選でですね。福岡。落選してたんですね。え、元国会議員がですね、市議選で落ちるのみたいな感じでちょっと、びっくりしたんですけど、えー、ちょっと話題になったんですね。えー、偉大なる、ハン・ハクチャさん。 えー、日韓、日韓トンネルじゃない。韓日トンネルは、えー、我々の手で実現させますので、とかですね。そう、スピーチはですね、すごくか、あの、しっかりしてて、いいスピーチをするなと思ったんですけど、あの、統一協会にですね、あの、日本のお金で、あの、ジャブジャブでトンネル作るからって言ってたってことで怖いんですけど、で、この人がですね、あの、 あの、新海祐二さんってあの、あの、福岡市議選落ちた人が、統一教会とズブズブなんだよ、みたいな感じのものをですね、え何、ー、なんだ,んだろう、うビラを配って、あの人統一教会とズブズブだから危ないよ、みたいな感じのビラを配ってですね、市民に注意を呼びかけてたらですね、なんか、うん、な、なんですかね。 なんか、うん。あの、こ、私はこの方はですね、若干、用語的な感じのスタンスを通ってるんで、あの、え、あの人、統一協会とズブズブだったら危ないじゃないみたいな感じのことで、リツイート感覚でですね、えー、市民の人にビラを配ってですね、注意喚起をしてたらなんかそれが問題になっちゃって、市議を辞めざるを得なくなってですね、やめたって方なんですけど、 なんでですね、ライバル、まあ、ライバルといえばライバルなんですけど、元衆議院議員がですね、地元の福岡の、ど、どっかの区ですけど、市議選に出てですね、当選しないレベルなんで、その、ライバルなのかな あ、ここ、これ、これかこ。このウィラーを配って、たっていうお話なんですけど、その方がですね、えー、自民党、自民党で元衆議院議員ですよ。で、えー、なのにですね、あの、公職選挙法に触れるような買収をしててもですね、あ、まあちょっとその辺もちょっと一応出さないとあれか。はい、だから、えー、 2019年のですね、4年前の市議選で、え、みんなにですね、あの、お食事を振る舞ってですね、あの、一票お願いしますよ、みたいな感じの、一票じゃないな。票の取りまとめだから、あの、あなた方にお金配れば、あの、どっさり票が入るのはわかってるんで、あの、これで、あの、ね、あの、わかるでしょ。 み、みんなの、ま、取りまとめてですね、票を入れてくれみたいな感じのことをやったんだけど、落ちてるんですね。元国会議員ですよ。元衆議院議員、あれ参議院議員なんだかなあ、調べるか。あ、調べるっていうか、これ、ウィキペディアだから、上の方行けば、すぐわかるわ。はい、えー、上行きますか。上へ参ります。えー、 と、2014年の、あれ、どこなんだろう。元衆議院議員かなんかなんですよ。初当選。あ、こっちなんだ。えっ、ー、と、2012年の衆議院議員選挙で、えー、初当選だ。そうで、えー、まあ、<coughs> 安倍、 何ですかねえー、などこでしたっけ民主党から政権を奪い返した時ですね。これで当選してるんですよ。ちょっとよくわかんないですけどね。どういったからくりなんだろう。衆議院議員選挙でですね、当選できるぐらいなんで、ものすごい票が入る人のはずなんですけど、福岡市議選にですね、落選するんですね。 だから、この人が票を持ってるわけじゃなくて、この人に魅力は全然ないんだけど、何かの力が働いてですね、まえー、ちょっと、動画のタイトルからすると統一協会かなとかちょこっとだけ思いますけど、その辺はわかんないんでね、えー、自民党の力なのか、お金を配ったのかわかんないですけど、当選、 衆議院議員に当選できてるんですね。だけどですね、福岡の市議選にはですね、あの、さっきの変な、えー、若くもないですけど、若い姉ちゃんに負けるぐらいですね、こいつか、こ,こいつも若くないですけど、こ、こんな感じの若くもない姉ちゃんにですね、負けるぐらいに票が取れないんですよ。あの、 えー、な、なんでしたっけ買収をしてもですよ。買収をしても当選できなかったんですよ。はい。なのでなんか結構不思議なですね。すごく不思議な人だなと思ってですね。この動画もですね、撮ろう撮ろうと思ってたんですけど、えー、ずっと撮れなくてですね。いたんですけど、えー、だから、 えー、公職選挙法違反をしたのは、えー、たまたま運動員としてですね、頼もうかなと思ってたこいつが、こいつって言っちゃったけど、読めない、読めないからこいつって言いますけど、松松熊高雪あ、これと、また統一協会の高の字がついてるんだけど、誠の父母様に、あの、お金を持ってきなさいみたいな意味ですけど、 まあ親孝行のコーナーで、まあ、ついててもそんな不思議じゃないですけど。あいつが、あいつが勝手にやったことだから、俺は関係ないからっていう形でまだまだ議員を続けるのかな。議員、まあ今、議員じゃないですけど、その、うん、あれ、福岡の何区、何々区の市議選は、あれやったのかな代わりの、 ちょっとそこまでしてやるとちょっと大変なんでやりませんけど。で、今ですね。えさ、参政党のですね。三参政党の福岡支部長だそうで。えー、っとですね。 なんで賛成ともこんな感じの違和感の好きの人をずっと置いとくのかなみたいなのがちょっと不思議なんですけど、賛成ともですね、なんか、統一協会とのつながりが噂があったりとかですね、自民党の、とのつながりがすごくあったりとかですね、するんで、その辺でつながってるのかもしれないですけど、なんか、悪いイメージがあるんで、切るかなと思ってたんですけど、切ってないねーっていうとこですけど、 はい、その、全然知らないですけどね。全然知らないですけど、えー、で、その、お、落ちてほしいとも、そういうのも一切ないですけど、うん、こ、今回の動画のですね、ええー、通った、うん、肝というかですね、肝みたいなところはですね、ええー、と、元衆議院議員に当選できるような、 国会議員になれるような、えー、大物だと思うんですよ。地元ではね。地元の大物がですね、福岡の市議選にも、福岡の市議選出たんだけど、えー、買収みたいなことをやってもですね、当選できなかったっていう、なんか、すごく奇妙な状況にある人なんだなっていうところで、はい、個人的に不思議に思いまして、 不思議に思ったのがですね、この人が議員辞めたぐらいの時に取ろうかなと思ってたんで、ずうっとかなり前の話なんですけど。はい、えー、ライバルって書いてあるんですけど、え元衆議院議員と、どこぞの市議ですよ。年食った。なんで、普通の感覚だとね、像とありみたいな。 ライオンとですね、ゅ元衆議院議員ですよ。ライオンとですね、何にしよう。コオロギぐらい、あの、力が違うはずなんですけど、コオロギが勝って、ライオンが落ちるんですね。っていうのが福岡だそうです。もう全、なんだろ。う。なんでこんな感じになってるかわかんないですけど、個人的にですね、あの、かなり前から不思議に思っておりましたが、 400取りましたよってことで。で、この方がですね、当選しようが落ちようが別に個人的にはどっちでもいいんですけど、はい、えー、福岡復っていうとですね、えー、奇妙な土地柄なのかなえー、だか国会議員にするときにこの人に票を入れた人はですね、この人が、あの、市議をやりたいんだけどって言ったらですね、票をくれないんですよ。どういうことみたいな。 あ,あの時は、票を金で買ってくれたけど、今回お金くれなかったから入れない,れないとか、そういうからくりがあるのかなとかですね。ちょこっと。ええー、ネットの人が言っちゃうのかな今の。あ。はい。4000。深海様。 ば、買収的な感じのことをやったけどですね。落ちました、みたいなお話がありまして。はい。まあ、だから不、不不幸かというとですね。えー、不思議なとこ、なのかなっていうですね。印象が私、私の中にはありますよってことで。今回のです、あ、なんか3月の末ぐらいにですね、選挙があるらしいですけど、はい。さすがにですね、当選するのかなぁ。 統一協会の、この人が当選したら、ちょっと、すごいかな、みたいな。なんかこ、この時のイベントもですね、なんか統一協会にとってはかなり大事なイベントで、えー、日本代表みたいな感じで、統一協会に呼ばれてしてるんで、あ、でもなんか、その後なんか、あれだな、賛成党で、 動画撮ってたな。あなたと統一協会はつながりがあるのいや、そんなことは全然全くなくて、みたいな。なんかですね。全然とかそういうのを二つ、否定言葉を二つつけるんで、あ逆につながりがあるのかな、みたいな印象をですね。与えな、与えたり与えなかったり、ちょっとわかんないですけど、はい、個人的にはですね。 えー、元衆議院議員がですね、市議選に落ちちゃうぐらいの人なんで、はい、かなり奇妙な人だとですね、えー、いう印象を受けますよってことで、はい、今回以上です。